どうも花車勇です。こんにちは、カラスレ中城です。いや、本日は久しぶりのコロナ明けのコラボということでよろしくお願いします。お願いします。今日の企画としましては、空手トレーナー小次郎さんに、普段あの骨格調整とかやられてるんですよね。はい、そうです。パーソナルトレーナーとして活動しているので、ちょっとそれで僕が股関節がすごい硬くて、はいはい、上段蹴りを本当も筋肉のパワーだけで無理やり上げてるっていうような無理な蹴り方をしてるので、はい、ちょっとそのパーソナルで調整してもらって、ビフォーアフターとしてここまで変わるんだっていうのを、ちょっと体の調整とかがここまで大事なんだっていうのを動画として撮らせてもらえたらと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。行きましょう。ということで、じゃあ今から自分のな何もしてないノーマルの動きを今から撮影したいと思います。じゃあよろしくお願いします。お願いします。この辺ないですよ。ちょっと頑張ってるかな。後ろ足行きます。よし、こんな感じです。はい、ありがとうございます。そしたら、じゃあちょっと、はい、最初は体の状態をチェックして、その上で、はい、まあ、どんな状態なのかをちょっと見ながら、はい、骨格調整していきます。はい、で僕がやってる骨格調整は骨組みを骨の形を変えたりとかできないので、関節の、可動域を増やしたりとか、骨と骨のポジションを正したりとか、はいはい、っていう感じのイメージで調整していくので、まあ、ちょっと調整した後に動くって感じで、花車先生が蹴りが得意になるようにちょっと頑張りましょう。じゃあちょっと体のチェックいきます。まずちょっと足を持ち上げるためにも、はい、上のスペースがないと上のスペース関節って上がらなくて、はい、上にある首とか背骨が詰まっちゃってると、はい、上がりたくても上がらないみたいな。そうなんですか。なので上をちょっと先に引き上げて、はい、足じゃないところで。分かりました。はい、じゃあ仰向けで、ちょっと持ち上がった感じした。しました。はい、じゃあ立ってます。はい、よし。で最初はちょっと、はい、馴染ませたいんで、はい、少し歩きます。はい、歩くのが人間の動作の基本的なところなので、はい、最初それでこう馴染ませる。ああ、そうなんですね。ちょっと面白い映像になっちゃった。どういう動画なんだろう。見たことない感じになっちゃった。そうですね。オッケー、じゃあこれでまた蹴り、はい、行きましょう。いや、特になんか後ろ足の方が調子いい感じがするんですよ。引っかかりが少ないですね。オッケーオッケー。はい、あ、上が上がるだけでも、はい、足の動きがちょっと上くらいある感じで。そうなんですね。で、頭やったら今度下に背骨があるんで、はいはい、その背骨部分をちょっとはいほぐしていきます。あ、お願いします。これで高くなって、はい、はい、じゃあ立ってお帰りいただきます。あ、そうそうそう。できそうだね。普通に使えそうな感じしますね。はい。あ、そうだ。いや、いいですね。いいですね。いや、なんか正直そういう調整とか舐めてました。あ、本当。そんなその
もともとそのセルフケアとかもやらないんで、うん、なんか自分の練習してる感じがそのまま試合で出るだろうみたいな、そういうなんかざっくりした感覚でやってたんですけど、うん、体の調整とかしてもらってなんか自分のパフォーマンスを上げるって本当にあるんだなって感じました。お、はい、とりあえず今やったのは何かっていうと、はい、体っていろんなパーツがあるんですけど、はいはい、頭と肋骨骨盤って結構大きい面積ですね、はい、でそこが動いてくると足も結果上がりやすいみたいな、うん、はいはい、そんな感じでは今の3つをちょっとやったんですけど、全身やるとこういろいろ動きが変わってくるみたいな。ああ、はいはい、そうすると結構時間かかるんで。あ、そうなんですね。いつもそのやってる方っていうのは大体どのぐらい、何ヶ月に1回とかいう頻度でどのぐらい時間かけて1回やるんですか？大体1回1時間ぐらいを目安で、週1回の人と週に2回、はい、月に2回の人。ああ、けどそれでもやっぱり1ヶ月に2回ぐらいはやってるんですね。そうだね。ああ、そうですね。で調整してって体が馴染んできたら、はい、それを月1とかにして、あ、減らしてる人もいる。あ、どういう人におすすめなんですか？おすすめはなんか本当に指導者の言うことというか、はい、これやってって言われたことがすぐできない不器用な人。あ、でも自分がそうだったんで、はいはい、なんか下手くそなタイプ。あ、はいはい、これやれって言われてもなんか分かってても体動かないみたいなタイプだったんですけど、それがなんかこうトレーナー勉強したら、あ、これでこんな簡単にできちゃうんだみたいな発見があったんで、なんかそれでいいと思いました。はい、それでやったっていうのは。で、 できればそういうやっぱりいろいろやってるけどうまくいかない人とか、あ、はいはいはい、ちょっと諦めがちなっていうか、はいはいはい、このまま変わんないかなみたいな人に、はい、できれば受けます。受ける対象の年齢ぐらいとしてはどのぐらいの人から見てるんですか？はい、一応小学生から見てるんですけど。あ、そうなんですか。小学生になると、はい、骨格調整ってその骨組みの調整になるので、がっつりしたものは大人ほどはできない。あ、はいはいはい、でやり方を伝えたりとか、はいはい、そういう感じの指導、動きの動作改善の指導がメイン。はい、で中学生になるともう全然できるんで、はいはい、調整していってっていう感じ。あと、こういう自分してもらったのが初めてだったので、なんかもっと早くでなんかこう選手としてのピークの時に出会いたかったです。あ、本気でその空手とか、空手じゃなくてもいろんなスポーツとかでパフォーマンス向上を目指してる方とか、もしくはその素人の方でも、素人で言ったらこっちですね、一般の方一般の方でも、そういうなんか動き、なんか肩が上がりにくいとかそういうのでもいいですか？あ、そうですね、肩の痛み、膝の痛み、腰の痛みとか、はい、首肩の肩こりとかも大体改善できるので。ああ、じゃあそういう生活に不便になってるような痛みとか。そうですね、そういう痛みでも、この空手トレーナー、コーチさん、空手のトレーナーなんですけど体の調整もバッチしやってくれるっていうので、はい、今あの先輩、僕の空手の先輩にあたるんですけども、概要欄に YouTube の URL を貼っておきますので、はい、どうやって連絡したらいいですか、もしその、YouTube、はい、僕の YouTube の概要欄にホームページがあって、そこから問い合わせができますので、はい、あ、はい、ました。興味がある方はぜひお問い合わせをお待ちします。お待ちしております。イサム君もまたケリーじゃん習得ということで、はい、ちょっと次の実業団見ててください。楽しみに裏回しです。頑張ります。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ。いや、もうすごい貴重な体験をさせていただいて本当ありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ空手トレーナー小次郎さんも YouTube もやってますし、はい、空手の指導もやってますし、骨格調整もやってるので、ぜひ興味がある方はインスタとかツイッターもやられてますね。あ、そうですね、SNS もやってます、はい、SNS もやっているので、検索とあと YouTube 貼り付けておくので飛んでみてください。はい、では本日の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。